ICT Spring Europe は、ルクセンブルクで開催される ICT イノベーションフォーラムイベント。イノベーションをキーワードに、世界各国から ICT 業界関係者が集まる。ICT Spring Europe 2012会場内、開催場所、ラキシックスポ、グローバル展開を目指す ICT 企業が集積するルクセンブルクに、各国から業界の CTO、開発者、 インフラ事業者や VC など約3500人が集まる。会期中には150以上のデモンストレーション、マスタークラスなどが行われる。商談設定サービスや交流会、ヨーロッパ ICT アワード受賞式典などもあり、特にカクテルやガラディナーなどのネットワーキングイベントは大企業のマネジメント層や政府関係者とも気軽に交流できる場である。ルクセンブルクは 政策的に ICT インフラ投資と法規制の整備を進め、国内はもちろんヨーロッパ主要都市とのブロードバンド光ファイバーも、セキュリティレベルのデータセンター、通信衛星サービス、ソフトウェア著作権を含む私的財産優遇税制などを備え、アマゾン、eBay、iTunes、Skype、楽天、リアルネットワーク、Netflix、 ネクソンなどのグローバル ICT 企業が進出している。2012年度楽天 CEO、三木谷博史基調講演2013年度日本オフィシャルサポーター楽天株式会社の代表取締役会長兼社長である三木谷博史が同イベント初の日本企業による基調講演を行った。下記の日本企業が参加したタレント &DJ のサッシャと遠近由美子が ICT スプリングヨーロッパ2013日本オフィシャルサポーターに就任。元グーグルジャパン社長の辻野光一郎が基調講演を行った。下記の日本企業が参加した。2013年に続き再びタレント DJ の刹者と遠近由美子が ICT スプリングヨーロッパ2014日本オフィシャルサポーターに就任。下記の日本企業が参加した。 無料招待出展特別優待出展2年連続出展。この年、主要テーマを、フィンテックにシフト。下記の日本企業が参加した。無料招待出展スポンサー出展この年から、スペースフォーラム、ピッチュアスタートアップ閉鎖。コラボレーティブ、アバンダンスというキーワードのもと、フィンテック、宇宙、マーケティング、ICT、ヘルステック、 HR などのテーマセッションが行われた。Google ルナーエクスプライズに参加していた民間月面探査プロジェクト、ハクトを率いるエスプイスの代表、袴田武氏がスペースフォーラムで講演し、開発中のロバーを会場で展示した。下記の日本企業が参加した。ICT スプリングヨーロッパ、スタートアップピッチ参加、ブース招待出展スペースフォーラム、スピーカーブース招待出展。 スペースフォーラム、ピッチユアスタートアップ閉鎖。フィンテック、デジタル、インダストリー、スペースが主要テーマ。JAXA の小惑星サンプルリターンミッション、はやぶさつ前プロジェクトマネージャー、当時 JAXA 宇宙資源探査イノベーションハブ長であった国中人氏がスペースフォーラム内で JAXA でのオープンイノベーションをテーマに基調講演を行った。下記の日本企業が参加した。 ICT スプリングヨーロッパスタートアップピッチ参加ブース招待出展スペースフォーラムピッチユアスタートアップ閉鎖主要テーマはフィンテックデジタルスペースなど日産自動車株式会社の福島正夫がスペースフォーラム内で基調講演を行った下記の日本企業が参加した ICT スプリングヨーロッパスタートアップピッチ参加 ブース招待出展イベント初日のハイライトとして開催されるピッチコンテストピッチユアスタートアップでは日本のエンパスが日本企業として初めてファイナリスト15社に選出され決勝に進出し優勝した。ありがとうございます。